お、あれはちょっと待てよ。確かに見たことがない魔物ですね。見たことがない魔物がいた。え、マガマガシ、何こいつ。待って待って待って。おい、ディーボルト。ああ、間違いない。以前戦った凶暴化した魔物と特徴が似ている。それって二人が苦戦した相手ですよね。モンスターハンターみたいな。オリアスたちが苦労する相手。凶暴化めちゃくちゃヤバいじゃん。得意個体かけど、今日はロイテールの腕利き二人と私たちも一緒にいる。こんな敵いるんだ。考えれば負ける気がしないわ。おお、よく言ったね。ゴー、みんな行こう。頼むぜ。いいぞいいぞ。これどれぐらい強いんだ。ちょっと待って、装備とか特に整えていない。うわ、私ならめっちゃ強そう。援護させてください。ほんまに？じゃあ援護してくれるの？背中は任せてください。いや全然わからない、初見だから。じゃあどうするよ。じゃあこれでいく？これでいくか。レベル40ってことはそんなになんか高くないね。なんか、ああまあ物理で本当にご両親いけそうだけど、もっと強いと思った。はいはいはい、なるほどね。まあそんなに苦戦しなさそうなんでご両親でいいか。適当に物理でぶん殴ればいけるじゃん。あ、ダメじゃんこれ。やっぱオーラまとってるよな。これ毒性の方がいいのか。イカズチの線見せてやろう。あ、結構食らうんだ。で、オーラ1削っていくということで、サポートガード。チビも結構強いよな。あ、これチビから落とした方がいいのか。うわ、押しかかり、カビゴンが。で、ちょっと待てよ。次アクションできないな。バニッシュソードで。で、このチビを狙い撃ちしてた方がいいな。で、次アクションで。ソフィー、後に続くぞ。で、魔法で、で、こっちだな。これどんぐらい食らうんだ。で、バリアをマイナスにした。オーラが壊れそうだよ。いいね、今がチャンス。これでご了承でいいのか。なるほどね。これバーニングロットの方がいいのかな。あ、入るんだ。普通に入ってマイナス1か。あ、いや、いいね。で、次の次で破壊できますね、これ。113か。あ、けど結構軽くあるね、113って。結構と防御は積んでるつもりなんだけど。なるほどね。こういうことか。これってどんぐらい食らうの？あ、マイナス1で42って結構食らうよな。バリー張ってるけど、まあまあ食らいますね。で、多分これでいけんじゃね？こっちの方に行きましょうか。火力は結構あるな。で、やったと。で、次アクションで。ラミゼル、あなたに合わせます。で、今度は、バーニングロッド。で、バニッシュソード。これでいけんじゃね？エリアじゃねえわ。バリア破壊する前にこれいけそうな気がしたけど、いけなかったか。強いよな。で、殴って勝ちやな。いいね。で、経験値はそんなにもらえてないか。けどなんかこういう個体とかがこれくらい出てくるってこと？これもしかして、なんか思ってるより奥が深いな、ソフィーって。初見プレイだけど。すごい。なんじゃこれ。
いや、お前何もやってねえじゃん。お前何もやってねえじゃん。だけならもっと強い魔物はいます。確かにね。ですがどれだけ傷ついても止まらず躊躇せずに攻撃してくるなんて異常です。この魔物は一体今度は何なの。この声は冷戦かこれ。電線か。え、ちょっと待って、やばい、それは。いや、それはやばい。いや、やめよう、それは。ちょっとまずいわ。危ない。うわー、なんかドラゴンが来たから。場所が悪すぎる。ああ、このままじゃやべえな。血のりは向こうにあるってことね。そういうことなら。大丈夫、めちゃくちゃに撃ってるだけだから今のうちに逃げるわよ。みんな走れ。ディーボルトもちゃんとついてこいよ。分かっている。おお、どうやら逃げ切ったようね。これ次のボスか。可能性としては高そうやな。もうヘトヘトだよ。いやーちょっと厳しい目ですね、これは。あの黒い竜は、いや、ほんとそれな、ラスボスじゃないよな。あの竜の名は、もしかして前にディーボルトさんが言ってた黒い竜って。ああ、やつのことだ。やつか。他の魔物とは比べ物にならない、恐ろしく強く、強な竜だ。あの謎の魔物だけでもやべえってのに、ズメイまで出てきやがるとはな。何か対策しねえと今後どうなるかわからねえぞ。そうですね、一度プラフタに報告しに戻りましょう。何かいい方法が見つかるかもしれませんし。いや、なんかいろいろゲットできましたね。まあいろいろゲットできたわけですが、いやー、どうなんだろうね。うん、これからどうなるんだろう。まあ、多分火山に行かないといけないよね。あ、ってことで、水晶じゃねえわ。どこだっけ、水晶の輝き亭か。こちら行きましょう。で、またまたこれ、イベントっていうか、ムービーが入るのか。なんかこのゲームさ、ムービー多くないか。マジで。やたら多いんだけど。なんかシミュレーションゲームみたいになってんな。いや、シミュレーションゲームなのか。なんか自分が思ってる以上にムービーが多くてびっくりするわ。うん、うん、すごいよね。なんかルーンファクトリー5も多いと思ったけどさ、こっちの方が多いの。ズメイですか。その竜についての目撃情報は確かに今までも何件かありました。そうなんだ。ですが、町の近くに現れたというのはこれが初めてです。まあ今回は致命的な被害は出なかったから良かったけれど、次はわからないわね。うん、なるほどね。状況も想定して策を練る必要があるようです。まったく頭の痛い話です。私たちこれからどうしたらいいのかな。あの提案なんですが、ソフィーさんたちにエルデヴィーゲ全体の調査をしてもらうのはどうでしょうか。調査？はい、残念ながらロイテールで皆さんくらい戦える人は多くありません。なので正体不明の魔物の討伐の他に各地で起きている異変の調査をお願いしたいんです。うん、なるほどね。依頼という形でね。
だとすると、はいはいはい、わかりました。ソフィーちゃんたちが調査したものを報告書にして提出してもらって、その報告書の数に応じて報酬を渡すって仕組みにした方がいいんじゃないかしら。そうですね。それで報酬の内容ですが、アレットさん、後でピリカさんと一緒に相談させてもらえませんか。なるべくいいものを用意したいので、報酬になりそうなものの調達をお願いしたいんです。そういうことならお任せあれ。私としては一石二鳥じゃん。よっしゃ、がぜんやる気出てきたぜ。アレット、超すげえもの用意しとけよ。任せなさい。限度はありますからね。無限に湧き出る財源があるわけではありませんので、ともかくそうと決まればもろもろの手配を始めるとしましょう。その前にあの謎の魔物なんだけど、仮にグロ奥が深いな、このゲームすごいな。何かしら名前はあった方がいいと思うし、ストーリーがすげえわ、よくできてるな。確か古代言語で未知なるものって意味だったよね。そうなのか。アレットは博学なのだな。知識は武器だからね。特に商人兼調達屋の私にはね。グロール、そうだね、呼び方はあった方がいいと思うし。では皆さん、各地の調査とグロールの件よろしくお願いしますね。お、ってことでチュートリアル、はい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 。あー、なるほどね、そういうことか。危険な魔物シリーズみたいなのがあるわけね。ではスキップしましょうか。恒例ですね、時間の関係で。はい、どうかしたの。よくできてるな。どうして。だってずっと何も言わずに考え込んでるみたいだったから。ソフィー、後で夢の大樹に。なんかもうレギュラーメンバーみたいになってるね。話しておきたいことがあるの。絶対来てね、待ってるから。お、来た来た来た、謎の魔物が更新されました。どこ行くどこ行く。で、新たなダンジョンにこれから向かうって感じか。なるほどね。まあ、いよいよ物語も佳境って感じかな。どうなんだろう、とわからないけど、まあ、初見だからな。この大樹、あ、大樹に葉がついてる。前に見た時はほとんど葉がなかったのに。ちゃんと成長してるじゃない、エル。成長してる。この大樹はね、エルの心とつながってるの。つまり大樹が元気になってるってことは、エルの心が成長したってことよ。そうだったんだ。つまり今の今までエルビーラ様の心はずっと枯れた大樹の状態だったってことか。少しは理解できた気がするな。彼女の長年抱えていた寂しさが。早く会いに行こう、エルビーラ様寂しがってるかも。この大きさならどれくらいの木材が。おお、終わったぜ。さすがにバチ当たり。すげえな、ほんとよくできてんな。で、移動していくか。夢のゆりかごか、来ましたね、エルちゃん来たぜ。なんかここ無駄になんかだだっ広いよね。お待たせ、それで話したいことって。なんか子供っていうか、あの同じ感覚。グロールのことよ。あ、グロールね。グロールのこと何か知ってるの。そうじゃないの、そうじゃないんだけど、ソフィーたちは
グロールのことどう思った？実際に見て戦ってどう感じた？凶暴な魔物だ。どんなに攻撃しても絶対にひるまなかった。頑丈ってわけじゃねえな。痛みもあるみてえだったし。怖い相手でした。純粋にあそこまで恐怖を感じる魔物が存在するなんて。以前はあんな魔物はいなかったはず。だとするとあれは最近生まれたってこと？違うわラミ、それは絶対にない。私はそんな無限は見たことないもの。だから無限から生まれた魔物じゃないと思う。じゃあイルビーラはどんな魔物だと思ってるの？もしかしたらあの魔物はこの世界で生まれたのかもしれない。このエルデビーゲで生まれて独自の進化をした魔物なのかも。そんなことありえるんですか？わからない。私もこんなこと初めてだから。魔物もそうだし、私の眷属が凶暴化したことも。エル、神様はそんな顔しないの。幸せが逃げちゃうわよ。でも安心しなさい。私がもう一つの夢の核の様子も見てきてあげる。え？夢の核ってまだあったの？そりゃあるわよ。エルデビーゲって結構広いのよ。まあ私も東の方にあるってくらいしか知らないんだけど。本当にラミーだけで行くの？あそこはまだ誰も。大丈夫だよエルビーラ、私も一緒に行くよ。無理しなくていいのよ。東の大地は今までよりずっと危険な場所なんだから。だったら余計に行くしかねえだろ。そんな話聞いて放っておけるかよ。そうだよ、私たちにも手伝わせてラミゼルさん。ありがとう。あなたたちも随分お人よしね。君にだけは言われたくないな。そうですね。エル、これで心配ないでしょ？夢の核がある場所を教えて。分かった。もう一つの夢の核がある場所、それは東の火山の奥地よ。なるほどね。となると一つだけ問題があるわ。火山に道が続いている洞窟なんだけど、あそこは大きな水晶で塞がれちゃってるのよね。特に用事もなかったから放置してたけど、あれをどうにかするまでは。なるほどね。長えな。つまりその水晶を壊せばいいんだよね。そういうことなら私に任せて。ソフィーならそう言ってくれると思ってたわ。それじゃあいつも通りよろしくね。アトリエでレシピを考えるからちょっとだけ時間はかかっちゃうけどね。じゃあソフィーさんが水晶をどうにかする道具を作ったら火山に出発だね。ソフィー、みんな夢の核をお願いね。おお、ってことで火山来たー。ようやく来たか火山。なるほどね、このタイミングで来るのか。ってことで火山か。いや大変ですね。アトリエに戻ってレシピを考えようと。ことでまたまたアトリエに戻らないといけないのか。さてと、道を塞ぐ水晶を壊す道具か。どうしようかな。爆弾じゃちょっと威力が足りないかも。道を塞ぐほど大きな水晶だし。では
威力を上げてみてはどうですか。洞窟の中じゃ危険だよ。下手したら生き埋めになっちゃうかもしれないし、何かこう瞬間的にドカンと衝撃を与えられるような道具が作れるといいんだけどな。そっか、衝撃を一箇所に集中できれば周りを崩さずに壊せるかも。うん、なんとなく答えは見えてきたような。もう少し何かヒントがあれば。頑張ってくださいね、ソフィー。お、ってことで、さあコンテナに入れていきましょう。なるほどね。で、ついたかも。来ましたね。で、なんだ？作れるものが増えたみたい。新しいレシピ出来上がり。緊急退避バッグって何？ああ、なるほどね。めっちゃ有能じゃん、退避バッグ。こんな有能なんだ。はいはいはい。